さあ今ここでようやく黒柳も自分のポジションに収まりまして、さあこれで隊列もロックオン。さあゆっくりとした隊列、もう少しペースを上げてもいいでしょう。フロントロー、隅谷と渡部のこの2台、隅谷、渡部、そして黒ポジションに戻った黒柳と真由美が2列目、伊藤亮が中条、小太郎といった上位陣。さあ再びホームストレート、イエローラインに戻ってくる。さあ今度はどうだ、ブラックアウト、スタートは切られた。隅谷の横からアウトから渡部が綺麗なスタート、そして2コーナーでは隅谷がインサイド取ってきた。さあ集団でなだれ込んでいきました。2コーナーから3コーナー、隅谷、そして真由美も上がってきたか。黒柳が3番手、渡部が飲み込まれている、渡部が飲み込まれた。中条、伊藤、まずはこのスタート直後のオープニングラップ、激しいポジションの奪い合い。隅谷が前に出てきまして、ゼッケン69番真由美明、4番手スタートの真由美が2番手とこのオープニングラップ上がってきました。そして3番手にはベテラン黒柳、4番手にはジュニアクラスの渡部樹、渡部樹が現在渡部は4番手につけています。さあその渡部が3コーナーからブラインドの4コーナー、ここで黒柳のインサイド飛び込んできました。そして伊藤亮がも飛び込んだ、伊藤亮がも激しいブレーキング、一気に黒柳をパスしていきます。さあこれで黒ちゃんは2ポジションドロップで5番手、その後ろは中条、小太郎、そして愛子もポジションを上げてきたか。愛子、服部、武田、今井、早瀬が後ろにつけています。さあベテラン勢、愛子と武田、さあこの辺りも着実にポジションを上げてこようとしています。さあその愛子がホームストレート、伊藤亮がに並びかける。開幕戦ではトップスピードのままスロットルが戻らず2コーナーで飛んでいった愛子。さあその愛子が武田を従えながらポジションを上げていきます。さあ早くもトップ、隅谷が2番手以降を引き離し始めてきました。さあその2番手ですが、真由美からゼッケン21番の渡部樹へと変わっています。さあこの2番手バトルに乗じて隅谷が独走体制を築いてきました。渡部、真由美、黒柳、中条、その後ろに愛子。さあ愛子が今度は中条を狙って2コーナー、ここで並びかけていきます。さあ2コーナーから3コーナーまだ、ね、粘っていく。中条を捉えまして、さらに愛子が1つポジションアップ。今度は武田もその愛子に続いていけるか。さあタコツボの折り返しで中条をパスしていった武田、ここは中条もまだまだ粘って、サイドバイサイドバックストレートエンド、11コーナーは中条が前。さあこれで4周目、愛子がまた1つポジションを上げて戻ってきました。愛子は現在5番手です。6番手中条、7番手武田。そしてその愛子が今度のターゲットはクロちゃんです。ゼッケン8番の黒柳の後ろ、そして黒柳は目の前の真由美とのバトルに持ち込んでいきたいところです。さあこれで3番手争いが3大パック。さあ11コーナーでノーズを入れていこうとした愛子の動きですが、ここは一瞬引きました。まあ、昔からレースを戦っているこの黒柳に対して、さあ愛子はどうオーバーテイクを仕掛けていくのか。
現在レースは6周目です。さあここで5コーナーで黒柳が動いてきました。黒柳が動いて真由美をパスしていきます。さあ愛子との間に1台真由美を挟みまして3番手へと上がってきました。ゼッケン8番の黒柳、一方ポジションを上げてきましたベテラン武田もここは目の前中条をちょっと抜きあぐねているような感じ。これでトップ杉谷は2番手渡部に対して2秒1、さらに渡部は3番手黒柳に対して1秒2というようなそれぞれの間隔単独走行になっています。3番手の黒柳以降が1つの集団、ここは6台パック、まあ、その中では2台ずつのグループという状況。黒柳、真由美、愛子、武田、中条、そして服部、ようやく武田が中条を捉えて愛子の後ろ6番手へと上がってきました。これで中盤折り返しを通過をいたしまして現在8周目へと入ってきました。残りは6周表示、残り6周表示、徐々に武田も愛子に近づいてきています。この3番手グループ集団の中で黒柳の後ろ真由美を挟んで愛子、武田と、ここはもうベテラン同士の集団。さあ愛子が動いた2コーナー、ここで真由美をパス、さらに武田も続いていった。アウトに膨らんだ真由美の一瞬の隙をついてベテラン武田がしっかりと2コーナーから3コーナーグリップを奪って愛子に続いて前に出ていきます。これで3番手黒柳の後ろ4番手まで上がってきました愛子、5番手武田、6番手に真由美、7番手服部、8番手中条、9番手の伊藤、10番手今井と続いてこの後戻ってこれば残り4周となります。最後尾スタートの愛子と武田のベテラン勢が着実にこの予選ヒートポジションを上げてきました。現在4番手5番手あたり、ここまでのファーストストラップはトップスミヤ、さあそのままタコツボの折り返し、ここで黒柳のインを奪っていった愛子ですがここはクロちゃんも冷静にクロスライン、立ち上がりで再び愛子の前、ここまでの愛子の動きを見ていると2コーナー、5コーナーといったようなあたり、まあ、コーナーリング、コーナーではかなり前の黒柳にぐぐっと寄ってきてはおります。特にこの5コーナーのブレイキング、これで前にぐぐっと寄っていく愛子、その後ろ武田もしっかりとチャンスを狙っている。再びこの5台が近づきながらパックになりながらレースは終盤です。どうだ5コーナーのブレイキング、少しその前のコーナー2コーナーから3コーナーちょっとアウトにラインを外してしまった愛子の横に並びかけていた武田が5コーナーブレイキング勝負、愛子の前に出てきました。前に出た瞬間ちょっと軽く右手を上げながら
さあ今度は愛子が仕掛けていくバンカー、11コーナー。これで黒柳の後ろ4番手には武田敦史が上がってきます。愛子が一つドロップで5番手、さらにその愛子に今度は真由美明もチャンスを狙っていく。真由美が2コーナーで入れていきますが、ここはアウトから愛子。さあレースはこの後戻ってこればファイナルラップ、残り、さあ現在これがファイナルラップです。ここがファイナルラップ、もうすでにレースはファイナルラップへと入っています。さあトップは独走体制スミヤ、2番手は、渡部一樹。開幕2連勝に向けてこちらも盤石な体制、予選独走でトップチェッカーをくぐり抜けていくスミヤ、2番手渡部、そして3番手は黒柳、4番手に武田、5番手愛子、6番手服部、真由美がその後ろ7番手です。中条、伊藤、今井とチェッカーを迎えまして X30 予選が終了となります。